白血球、白血球、白血球、あるいはは、抗議には、生体防御に関わる、免疫担当細胞を指す。しかしながら、血液に含まれる、細胞成分や骨髄系線具細胞から分化する、免疫担当細胞、抗中球を恥とした、下流球、探球、樹状細胞などを含み、リンパ球を含まない。さらには、競技には、 好中球を単独で表すこともあるため、文脈により何を指すか全く異なる場合があることに留意する必要がある。一般には、リンパ球、下流球、探球の総称とされるため、本校は主に血液に含まれ、一般的な検査で検出される細胞成分の一つという定義に基づいている。この細胞成分は外部から体内に侵入した細菌、ウイルスなど、 異物の排除と、腫瘍細胞、役目を終えた細胞の排除などを役割とする増血、肝細胞由来の細胞である。血液検査などでは、WBC と表されることが多い。大きさは6から30メートル、マクルファージはそれ以上。数は、男女差はなく、正常血液 1L あたり、3500から9500個程度である。末血内には、 下流球、リンパ球、探球があり、下流球は、ギムザ染色による、染色のされ方の違いによって、高中球、高酸球、高円気球の3つに分類される。従って、末小血内の白血球は、通常、高中球、高酸球、高円気球、リンパ球、探球の5種類とされる。下流球は、骨髄で産出され、 末梢血内の白血球の半分から3、4程度を占める。細胞質には殺菌作用を持つ下流が存在する。リンパ玉は末梢血内の20から40%を占め、探求は3から6%ほどを占める。組織内には探求の分化が進み組織ごとに適応し、異物の鈍色、不要になった体細胞の処理、体液性免疫細胞への抗原提示、 サイトカインの放出など様々な役割を果たすマクルファージが存在る。内科学の代表的な教科書では、白血球の基準値は3500から 9500L とされている。しかし末梢血内の白血玉数は個人差が大きく、また一個人内でも短時間で変動する。そのために検査期間ごとに、あるいは聖書ごとに基準値の設定には差があり、 成人では、基準下限値は3300から 4000L、基準上限値は8000から1万 1000L と幅がある。新生児及び乳幼児は、成人より数が多く、新生児では2万 L を超えることも珍しくない。また、新生児から乳児期には、リンパ球の割合が高く70%程度になる。疾患などがあると、基準値より増加、減少する。 蒸気の疾患などは、白血玉数の増減があるが、白血玉数だけでは確定診断できない。高中球、高中性白血球、ニュートラフィルは、末小血内では、白血球全体の50から70%を占め、下流球では、約90から95%を占める。細菌や真菌などの感染には、高中球が最初に集結し、 かつ主に高中球が対処するが、甲虫玉は、体液性免疫細胞への抗原提示は行わない。高中球が処理しきれなかった細菌などの異物を、マクルファージなどが鈍食し、抗原提示を行い、体液性免疫を獲得する。怪我などをした後に、傷口から発生する海は、細菌との戦いで死んだ、高中球の死体を主としている。 無色半透明の概ね球状であるが、義足を出し、盛んにアメーバ様運動をするので、形は定まっていない。標準の血液細胞染色である、ギムザ染色で中性色素に染まる、殺菌性特殊化流を持ち、成熟すると核が分かれる、ふんので多く白血球と言われることもある。最終完成形の甲虫玉は、分葉核球と呼ばれ、核は分かれるが、核の間は、 各糸でつながっている。分葉核球になる前には、核が大きく曲がった、ジェリービーンズ様の感情である段階がある、感情核球。殺菌性下流は、リソソームの一種であり、ゴル自体、内膜装置で作られる。直径は12から15メートルであり、白血球の中では、リンパ球より大きく、単球、マクルファージより小さい。 末梢血内には1マイクロリットルあたり2000から7500個程度の高中球が含まれ、成人の末梢血内にはおおむね10の10乗個のオーダー、桁の高中球が存在する。体重 50kg の場合でお,およそ80億個から300億個程度の数量である。しかしながら甲中玉は血管壁や組織、脾臓、肝臓などにも末梢血内に匹敵する量の 甲中球が変炎プールとして存在する。さらに骨髄には、末梢血内の10から30倍もの量の貯留プールが存在し、生体内すべてでは10の11乗のオーダー、数千億この桁の甲中球が存在する。大きな貯留プールがあるため、最近感染時などには貯留プール内の甲中球が動員され、末梢血内の甲中球数は速やかに増加する。 また、食事や運動、ストレスなどのわずかな体の変化でも、その血流量の変化によって、血管壁に滞流などで、変炎プールに存在していた、甲虫球が抹消血内に移動するので、甲虫球数は変化しやすい。最近感染時には、炎症性のサイトカインの働きで、骨髄内での生産も更新される。感染がない時でも、一部の甲虫球は、 血管から組織内に移動し存在する。血液内での高中球の寿命は1日以内、おおむね10時間ほどとされる。組織内では数日である。甲中玉は骨髄内で生産されるが、1日あたり10の11兆個、1000億個程度作られる。生体に細菌などが感染すると、甲中玉は感染した炎症部位に郵送して集まり、細菌を鈍色殺菌する。 最近や、真菌類が侵入した組織では、組織内のマクロファージや、肥満細胞が、直ちに反応し、インターロイキンマイナス一、イルマイナス一などのサイトカインを放出し、それらのサイトカインにより、組織内の細胞は、炎症性変化を起こす。また、それ以外の過程を含め、炎症性変化を起こした組織は、インターロイキンマイナス八、イルマイナス八を代表とする多種類のケモカイン。 里イにや、その他の多種類の高中級有送刺激因子を放出する。それらの刺激因子や、細菌自身が産出する物質、活性化された補体を、表面のレセプターで感じ取った、高中玉は、有送運動を活発化させ、速度は最大40マイクロメートル、ミンになる。高中玉は表面に多数あるレセプターで、刺激因子の濃度の濃い、 薄いを感じ取り、因子の濃度の濃い方向に郵送し、感染層に集結する。多くの場合、感染層は血管外であり、甲虫玉は血管壁を通過しなければならない。炎症箇所に近い毛細血管壁で甲虫玉は血管上皮に粘着し、血管上皮細胞と甲虫球それぞれが各種因子によって変を起こし、甲虫玉は血管上皮細胞の間をすり抜ける。 血管外に出た、甲虫玉は組織内を輸送し、感染層に到達する。炎症組織からの輸送刺激因子により、骨髄内の貯留プールなどに存在する、甲虫玉も刺激を受け、輸送運動を開始し、また骨髄では、甲虫球の生産が更新される。それらによって、細菌類の感染には大量の甲虫球が動員されることになる。 このように炎症によって生じる白、血球有層刺激因子、ロイコエグレシン、ロイコカイン、リンフォカイン、細菌毒素、固体の分解産物によって移動する性質を化学創生という。感染層に到達した甲虫玉は、細菌類への接触から鈍食を行い、飲み込んだ細菌類を殺菌する。甲虫玉は、細菌類に接触すると、表面のレセプターを介して、 異物と認識し、接着結合する。結合した異物を高中球形質膜がこれを包むようにして、高中球内に取り込む。高中球内に取り込まれた細菌類は、三つの手段で殺菌される。一つは、酸素系の働きで、活性酸素や、過酸化水素、次亜塩素酸を発生させて殺菌する。もう一つは、下流から放出される。 加水分解酵素などで殺菌する。さらに近年、ネッツと呼ばれる、クロマチンの網を形成して、微生物を捕らえることが知られている。細菌を飲み込んだ、甲虫玉はやがて死亡し、死体は脳になって体外に放出されるか、組織内のマクルファージなどにより処理される。生体防御の過程について、より詳しくは、甲虫球項目を参照のこと、甲虫球を含め、 すべての血球は骨髄の中に存在する造血幹細胞に由来する。骨髄中において造血幹細胞は赤血球、各種の白血球、血小板に分化するが最終的に高中球に分化する場合は造血幹細胞、骨髄系幹細胞、骨髄系線具細胞、下流球、単球系線具細胞、下流球線具細,細胞、骨髄が球、 全骨髄球、骨髄球、五骨髄球の順に分化成熟する。さらに感情核球を経て、分葉核球へと分化するが、この最後の二つをもって高中球と呼ぶ。増血幹細胞から分裂し分化し始めた細胞は、盛んに分裂し数を増やしながら少しずつ分化の方向を進めていく。幹細胞から、線具細胞、骨髄が球の段階までは、顕微鏡による、 形態学的観察では、最終的に、高中球などの下流球形に分化する細胞であるか、識別は困難であるが、骨髄が球の段階からは、下流が生じ始め、下流球形の細胞と形態学的にも判断、できるようになる。全骨髄球の段階になると、高中球への分化傾向が明らかになる。骨髄が球の段階から一時下流、アズール下流が生じ始め、 全骨髄球では豊富な一時下流、アズール下流を持つようになる。骨髄球の段階では一時下流は見えなくなり、見えないが存在はする。代わりに二時下流、特殊下流が発現する。さらに三時下流など、高中球には各種の殺菌性下流が存在するようになる。下流球系と判断できるようになった段階以降も骨髄球で一回、全骨髄球で二回、 骨髄球で2回ほどの細胞分裂を起こし、数を増す。五骨髄球の段階になると、細胞分裂する能力は失われる。通常時には、骨髄が球以降の段階でおよそ11日の時間をかけ、成熟する。骨髄が球や全骨髄球など要弱な段階では、細胞の核は大きく丸く、核内構造、クロマチン構造は繊細であるが、分化。 成熟が進むほど核は小さくいびつになり構造は荒くなる。核が歪んだジェリービーンズ型である環状核球と呼ばれる段階になると完成した高中球と認識されるがさらに成熟が進み核の形が複数に分かれた分葉核球となる。分葉核球が高中球の分化の最終成熟段階となる。末消血に見られる高中球の大多数は 分養核球であるが、炎症時など好中球の大量の動員が必要な時などには感情核球の割合が増える。好中玉は、正常な状態では、末梢血中に分養核球、2から3用が多いが多く認められる。感染症等の場合、免疫応答による好中球増加が見られるが、その初期の段階では感情核球が増加し、 さらに洋弱な後骨髄球や骨髄球が末梢血に出現することがある。出血性貧血や医療行為による骨髄抑制などによる半血球減少からの回復期にも同様のことが起きる。このような一角細胞の増加を核の作法推移と呼ぶ。好中球を急速に動員しなければならない事態のために最終成熟形態でない甲中球も動員される。 ためと思われる。蒸気は炎症や増血の立ち上がりに見られる一過性の作法推移の例であるが骨髄異形成症候群や慢性骨髄性、白血病などの場合は骨髄急化流球系細胞の分化成熟能力自体に異常を生じている他作法推移状態が持続する。なお逆に分葉核球の比率が増えた状態イコール法推移は 悪性貧血などの時に起こる。抗酸球、抗酸性白血球、イアシナフィル、アシリフィルは、抹消血内の白血球の2から5%を占める。普通染色で、エオジン神話性のピンクから透光色に染まる菌質、素大な下流、抗酸性下流が細胞質充満し、核は多くは2分用で、細いクロマチン糸で繋がれ、細胞周辺に偏在する。 高酸玉も弱い郵送、鈍食能力を持つが、主な役割では寄生虫、寄生虫乱の障害あるいはアレルギー反応の制御を行う。愛型ア,アレルギー、寄生虫の感染などで増殖する。また、ストレスや副腎皮質ホルモン分泌時に減少する。抗炎気球、抗炎寄生白血球、ベイソフィルは、抹消血内の白血球の1%以下である。 普通染色の塩基性色素により、暗視色に染まる大型の下流、抗塩基性下流を持つ。肝臓の肥満細胞と似ており、細胞表面に意義に対するレセプターを持ち、抗原刺激によって脱下流反応を起こし、血管作動性タンパク質であるヒスタミンを有利し、凝固素子因子であるヘパリンを分泌することにより、血液の血管内凝固を防止している。 生体の免疫機能に関与していると考えられるが、はっきりとした存在意義は不明である。リンパ球、リンパ水とは、末小血の白血球のうち20から40%ほどを占める、比較的小さく6から15メートル、細胞質の少ない白血球。その大きさから小リンパ球6から9メートルと大リンパ球9から15メートルとに分類されることがあるが、 この分類に絶対的な基準はない。抗体、免疫グロブリンなどを使って、あらゆる異物に対して攻撃するが、特にウイルスなどの小さな異物や主要細胞に対しては、下流球ではなくリンパ球が中心となって対応する。NK 細胞、B 細胞、B リンパ球、T 細胞、T リンパ球などの種類がある。体液性免疫、抗体酸性に携わるのは、 B 細胞とそれをサポートするヘルパー T 細胞で、主要細胞やウイルス感染細胞の破壊など、細胞生命域に携わるのは、キラー T 細胞や NK 細胞である。寿命は数日から数ヶ月、時には年単位である。骨髄で未熟な状態で産出された後、共生、T 細胞や骨髄など、B 細胞で成熟し、さらには、リンパ節に移動し、そこでも、造成。 成熟が行われるなど、複雑な経過をたどる。探求、モノサイトは骨髄で産出され、末梢血の白血球のうち3から6%を占める。白血球細胞の中で最も大きく、20から30メートル切れ込みの入った核を持つことが多い。単核白血球とも言う。探求は感染に対する免疫の開始に重要であり、 アメーバ様運動を行って移動することができ、細菌などの異物を細胞内に取り込み、細胞内酵素を使って消化する。断片化した異物をもともと細胞室内に持っていたクラス 2MHC 分子と結合させ、細胞表面に提示し、これをヘルパー T 細胞が認識する。こうして免疫反応が開始される。また探求は血管外の組織や対抗に郵送し、 そこで、組織固有のマクロファージ、退職細胞、樹状細胞、破骨細胞に分化する。あるいは、探求とは、血管内に存在しているマクロファージ、樹状細胞と考えることもできる。マクロファージ、樹状細胞は存在する組織ごとに適応し、異物のど食、体液性免疫細胞への抗原定時の他に、不要になった体細胞の処理、各種サイトカインの放出、 骨髄において赤血球の育成など様々な役割を果たす。寿命は血液中では1日以下から数日、組織中では数日から数ヶ月、時には数年である。中、画像の色及び下流の色の説明は義務座染色したものでの説明である。実際の血液中の白血球は無色半透明である。 ニュートラファルズディスプレイハイリーダークシオネルミボイドモーティラティンインフェクテッドフットパドアンドファランジースイントラバイトルイメージングワズパフォームドインザフットパドパソブリザムイーグフップマイス20ミニアフターインフェクションウィズ LM 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。